ラブフィルムは英国を拠点としていたオンライン DVD レンタルの提供者かつビデオオンデマンドのストリーミングを英国とドイツで展開していた2011年にアマゾンによって買収されサービスの加入者は200万人に達していたラブフィルムは5カ国で7万以上の作品と400万以上の DVD、ブルーレイまたは一連の買収を通じラブフィルムは急速に 英国と欧州でオンライン DVD レンタルとストリーミング放送として活躍した。ラブフィルムはポスト配達に加えダウンロードサービスも提供していたが2009年2月23日に停止された。同社は4700以上の映画が購読の一部として視聴可能になるウォッチオンラインサービスを開始した。オンライン視聴は無制限の月額レンタルプランの一つまたは アウンリミテッドストリーミング専用のアカウントを選んだ会員は無料で視聴できた。2014年2月、アマゾンはラブフィルムのストリーミングサービスを2月26日にアマゾンのインスタントビデオに統合すると発表した。ラブフィルムの DVD レンタルサービスはアマゾン上のラブフィルムサイトの下で英国とドイツの両国で引き続き利用が可能である。ラブフィルムは10件もの合併と オンラインレンタルズリミテッド、スクリーンセレクトやビデオアイランドの使用サンサイトを含む複数のオンライン DVD レンタル企業の買収によって成長してきた。2002年5月、ポール・ガードナーとグラハム・ボシュナーはエセックスのハーローに拠点を置くオンラインレンタルズリミテッドを創業した。2003年9月、ウィリアム・リーブとアレックス・チェスターマンはウェスト・ロンドンのアクトンに拠点を置く スクリーンセレクトを創業した。同月にレッドバスグループは、ロンドン中心部のキングスクロスに拠点を置く、ビデオアイランドを創業した。2003年10月、オンライン、レンタルズリミテッドは、一族所有のプライベートエクイティ企業のアーツアライアンスベンチャーによって買収された。2003年12月、ディビドサンタップは、ラブフィルムという名前にリブランドされ、CEO に、 マーク・リビング・ストーンが指名された。またラブフィルムはエセックス・ハーローにあるスピアグリーンビジネス公園内のより大きな建物へ移転した。スクリーンセレクトは英国の DVD レンタル業界再編の台風の目になった。2003年12月のインムービーズの買収から始まり、2004年9月にはスクリーンセレクトはビデオアイランドとの合併に続き、 スクリーンセレクトの経営人とブランドをビデオアイランドのベンチャーキャピタルと組み合わせた。2005年にはラブフィルムとスクリーンセレクトの両方が激しいライバルとして急速に成長した。2004年12月にラブフィルムは加入者が5万人に達し、その後小売チェーンチョイシーズのネット事業を買収した。2005年3月までに10万人の顧客を獲得し、約70万の レンタル DVD を発送した。2005年6月、スクリーンセレクトブランド参加のビデオアイランドは DVDS365 を買収し、ラブフィルムはボックスマンを買収した。サイモン・カルバリーは2005年7月にビデオアイランドの CEO として入社した。2006年までにビデオアイランド、スクリーンセレクトはラブフィルムを上回り、 ラブフィルムの10万人のユーザーに対して20万人以上の顧客を獲得した。2006年4月、サイモン・カルバリー主導でスクリーンセレクトの管理技術プラットフォームを使い、ラブフィルムとスクリーンセレクトは合併したが、ラブフィルムブランドを使用して本社をスクリーンセレクトの元の拠点のアクトンに移した。2006年末までにラブフィルムブランドはノルウェーを除くあらゆる場所で、 スクリーンセレクト、プロフィルム、ボックスマンブランドを置き換えた。ノルウェーでも2008年に変更された。2008年2月、ラブフィルムは、英国とドイツのアマゾンの DVD レンタル事業を、買収し、未開りにアアマゾンは、ラブフィルムの最大株主となった。加えて、アマゾンと、アーツアライアンスベンチャーズベンチャーキャピタル企業の、ボールダーテンキャピタル、DFJ スプリ。 インデックスベンチャーズ及びオクトパスベンチャーズもまたラブフィルムの株を所有していた。2010年にラブフィルムはプレイステーション3上のオンラインストリーミングサービスを始めた。2011年1月20日、以前にラブフィルム株の32%を保有していたアマゾンが2億ユーロに相当すると報じられた買収合意でラブフィルムの経営権を握った。 2011年9月 iPad でストリーミング映画を見ることができるように iPad 向けのラブフィルムのアプリがリリースされた。2011年12月に同社は Xbox 360向けにもリリースした。2012年5月30日ラブフィルムは NBC ユニバーサルの映画をラブフィルムのサービスで提供することで同社と提携し、 HD ストリーミングで提供されると発表した。Amazon は Amazon インスタントビデオがアメリカに統合されたのと同じように2012年10月英国とドイツで Amazon ビデオアプリケーションに組み込まれたラブフィルムを含んだ Kindle Fire HD を発表した。2012年12月の WeeU と2013年5月の PS3 アプリケーションの改訂版を含む後続の ストリーミングアプリケーションの立ち上げられたが、ラブフィルムが過去に提供し、アマゾンインスタントビデオと共有していた UI デザインより著しく類似し、かなり改善していた。2013年6月10日、ラブフィルムはスカンディナビアにおけるサービスを閉鎖すると発表した。2013年の7月までは、ラブフィルムは消費者にビデオゲームレンタルサービスを提供していたが、同月に、 同サービスが2013年の8月8日には利用できなくなるということを新規と既存の顧客に知らせる目的の声明が出された2014年2月21日、ラブフィルムのビデオオンデマンドサービスは2014年2月26日に終了し、アマゾンインスタントビデオに統合されると発表された。ラブフィルムの名前は DVD レンタル事業において維持されるが、サービスは 同様にアマゾンサイトに組み込まれた。自社の DVD レンタル購入サイトに加えて、ラブフィルムはかつて複数の同様のサイトを他企業を代理して運営していた。以下に挙げるリストが過去にラブフィルムが運営していたホワイトレーベルサービスである。ラブフィルムはもともとはサービスを宣伝するためにパートナーを使用したが、2006年からはテレビ広告を開始して以降、 ラブフィルムのブランド認知度が高まったことにより、ホワイトレーベルサービスとパートナーが減少した。テレビで定期的に宣伝して、以来、同社は英国の男性俳優、サイモン・ペグ、ユアン・マクレガー、ビルナイ、デイ・ウィンストンを声優として使用してきた。2009年時点の TV 広告の主題歌は、マッドネスの It Must Be E-Love だった。ラブフィルムは、ネット、報道、テレビ、 列車のポスター、ドア下がり、クラブのトイレのポスターやパブなど、複数のメディアに広告を掲載していた。ラブフィルムは、無制限の DVD レンタルに対して、ユーザーからの批判を受けていた。一部のユーザーは、同社が、出荷段階で長時間の遅延を利用して顧客が1、ヶ月間にレンタルできる映画の数を減らしていることが明らかになったと報告した。 スクリーンセレクトとの合併前の2006年、ラブフィルムは広告に無制限という言葉を使用したことで広告基準局に苦情が寄せられた。広告基準局は苦情を支持した。多くの顧客が異なる倉庫からの発送の遅れとレンタルリストでも会の作品からのセレクションを経験したことで彼らがスロットリングを実施していることが判明した。 ディスクを受け取った同じ日に交換品を受け取る可能性も低くなった。同社はこのフェアユースポリシーはすべての顧客が同様のサービスを受けることを意味していると主張した。2009年11月の遅くにラブフィルムは供給者の A ユニバーサルピクチャーズからの新規 DVD のサイトのレンタル部門への追加を停止した。この措置でパブリックエネミーズ 嘘から始まる恋と仕事の成功術、ブルーの素敵な人生の終わり方、イングロディアスバスターズ及びキックアスを含む多数の映画が利用できなくなった。この論争は2012年5月に解決し、ラブフィルムは最終的には2009年以降ユニバーサルピクチャーから配給された映画をインスタントビデオ上のストリーミングタイトルと同様にレンタルを開始した。ありがとうございます。